帰り道の途中にあるゲートから行けるベルさんの工業トラップ群もある意味新要素。ほうほうほう。見学してこっかな。じゃあ見たことないものもいっぱい見たい。ベルさんトラップ増やしまくってすげえことになってる。ほうほうほう。鉄ポピートラップ。ポピー、ポピーってトラップって量産できるの？鉄、鉄とポピーってトラップで増やすもんなの？どういうこと？え、何が、何が起きてんの？なんか動いてる。何よこれ。アイアンゴーレムがポピーを落とす。あ、ゴーレムを倒せばポピーを拾える。ポピーってその辺に生えてる花だよね。村人をゾンビから守るやつ。村人が一定数いると勝手に湧く。あ、だからゴーレムいっぱい湧いてたのってカナエ先輩ん家の近く。リードを家から持ってこないといけない。なにこれ、ゴーレム？すげえ。さっきあの辺になんかわらわらゴーレムいるなって思ったのは、カナエ先輩の村人牧場のところで、木なら向こうにありますよ。はい。え、なんかバタバタしてるけど、そこはあまり近寄らない方がいいですよ。ここはモンスターがいます。モンスターの声。はい、俺何も見てないです。待って、ちょっと待って。つながってんの？え、ちょっと、え、コメントが、え、何？え、みんなダメって言うじゃん。え、そんなにダメなの？分かって、引き返すね。何か見たかい？で、こちらは？ゴーレムは村人がいると湧くということは、村人を閉じ込めてゴーレムを沸かせて、その沸いたゴーレムを倒すとお花が手に入る。え、ゴーレムを倒すとポピーと一緒に鉄も手に入る。このチェスト、このチェスト、これ鉄ブロック。ポピー、村人さんがベッドに寝てきて、ゾンビがそこにいる。あそこに村人がいると、ここにゴーレムが湧くんですか。ゾンビから逃げてる村人はゴーレムを呼び出しやすい性質がある。あ、あそこにいる村人さんはそこにゾンビがいるから怯えて、それを守るために湧いたゴーレムがここで、あ、マグマが、で、その
のインゴットが4個増えたね。いやすごいな、鉄をさ掘って焼くっていう手間がいらないんだ。すごいな、天才だな。あ、なるほど、落ちてきて滑り落ちてそこの炎で焼かれる。いや勉強になったな。こうやって工業は発展していくんですね。別にお花畑を作りたいというわけではなく、鉄を手に入れるための工業施設なんですね。なるほどな、工業の栄えた都市に真っ赤なお花畑が一つ。これは金トラップ、金もトラップで増やせる。